お帰りなさい。母さんは嬉しくて嬉しくて、今のお前の姿を父さんに見せたかったわ。なんと立派な勇者になったことか。お前はわしの自慢の孫じゃ。あやつもさぞ喜んでおるじゃろう。おお、若き勇者よ、よくぞ魔王バラモスを打ち倒した。さすがあのオルテガの子、国中の者がそなたをたたえるであろう。さあ皆の者、祝いの宴じゃ。ひとときに少し驚かせたようだ。我が名はゾーマ、闇の世界を支配する者。このわしがいる限り、やがてこの世界も闇に閉ざされるであろう。さあ苦しみ悩むがよ。そなたらの苦しみはわしの喜び。命あるものすべてを我が生贄とし、絶望で世界を覆い尽くしてやろう。我が名はゾーマ、すべてを滅ぼす者。そなたらが我が生贄となる日を楽しみにしておるぞ。皆様ご無事ですか？今のは何としたことじゃ。やっと平和を取り戻せたと思ったのに、この世界が闇に閉ざされるだと。よいか皆の者、よく聞いてくれ。大魔王ゾーマのこと、決して民に知らせてはならん。くれぐれも肝に銘じてほしい。これからどうすれば。すまん、もう下がってよいぞ。あら、眠れないの？仕方ないわよね。あんなことがあったんだもの。
お城で聞いた大魔王ゾーマの声、とても恐ろしかったわ。ねえ、あなたはどうするの？いつの間にか本当にたくましくなったのね。せっかくあなたが帰ってこれたのに、やっぱりあの人みたいに。あの人がアリア藩を出てバラモス討伐の旅に向かうとき、お友達の方たちが立派な兜を贈り物だって用意してくれて、みんなが旅立ちを祝ってくれていたけど、私は行ってほしくなかったわ。もう大切な家族を失うのは。ごめんなさい、大丈夫よ。もう遅いものね。すごく疲れているでしょう。朝までゆっくりお休みなさい。おはよう。もうお寝坊さんじゃないのね。また出かけるのね。わかったわ。あなたならもう心配はいらないのかもしれないけど、気をつけていくのよ。母さんはこの家でずっと待ってるからね。それじゃ、行ってらっしゃい。疲れたらいつでも帰ってきていいからね。
私は竜の女王、神の使いです。よくぞここまで来てくれました。すでに城の誰かから聞いたかもしれませんが、私に残された時間は少ない。勇者の血を引く者よ、私の命が尽きる前に他のゾーマについて私の知る限りを教えましょう。そして必ずや大魔王を打ち倒し、世界に平和をもたらしてほしいのです。感謝します、勇者の血を引く者よ。大魔王ゾーマは遥か深い地の底の世界にいます。まずは魔王バラモスの城の東、
湖の島の洞窟に向かいなさい。そこから地底の世界に行けるはずです。心配はいりません。私の役目が終わろうとしているだけ。新たな時代は新たな竜が作るでしょう。勇者の血を引く者よ、大魔王ゾーマの力は計り知れないほど深く強大です。かの者を倒すために、そして世界に光をもたらすために、これを持って行きなさい。あなたの前に闇の力が立ちはだかったとき、その光の玉を掲げるのです。女王様、やがて生まれ出る私の子も、女王様、申し訳ございません。私にもっと力があれば。
すごい音がしたから見に来たが、お前さんたち一体どこから来たんだ。ずいぶん疲れた顔をしているぞ。家の中に入りな。何があったのか聞かせてくれよ。何？大魔王を倒すために旅をしているだって？口だけでも大したもんだ。気に入った。俺たちアレフガルドの人間はみんな大魔王を恐れて倒すだなんてとても言えないからな。お前さんが目指す場所ははっきりしてるぜ。まずはここから東にあるラダトームに行きな。ラダトームの町から海を挟んで南に島が見える。そこは魔の島って呼ばれていて、その島のてっぺんに大魔王ゾーマの城が見えるのさ。そうだ、この地図を持っていきな。この先できっと役に立つはずだ。表にある船も好きに使ってくれ。俺にできる手助けはそのくらいだからな。お前さんたちのことを応援してるよ。それじゃ気をつけてな。
ややあなた様は。私です、カンガタです。悪いことはできませんな。こんな世界に落とされて今では真面目にやってますよ。そうだ、昔のお礼にいいことを教えましょう。ラダトームのお城の食堂の奥に太陽の石ってやつがあるらしいですよ。それにしても子分どもは一体どこへ落ちたのやら。
旅の者よ、見張りの兵から話は聞いた。急に驚かせてすまなかったが、まず一つお主に尋ねたいことがある。オルテガという名に心当たりはないか。そうか、やはりお主はオルテガの子であったか。歓迎するぞ。ラダトームまでよくぞ参った。まずはオルテガについて順を追って説明せねばなるまいが、お主の父オルテガは以前この城で暮らしていたことがあるのだ。10年ほど前になるでしょうか。ある日、城の外で倒れていた男がこのラダドーム城に運び込まれてきたのです。それはもうひどい怪我でした。幸い一命は取り留めましたが、その男オルテガ殿は自身の名前以外の記憶を全て失っていたのです。それから怪我が治るまでこの城で面倒を見た。城の仕事についてもらった時期もある。記憶を失ってもおおらかで気前のいい性格でな、城の者皆に好かれておった。わしもオルテガのことを気に入っていたのだが、いつからかオルテガ殿は城に姿を見せなくなりました。どこに行ったのか誰も聞いていないのです。お主は父を探しにやってきたのか。遠慮はいらぬ、城の中は自由にしていろ。皆に話を聞いてみる。いずれ必ず父を見つけることができよう。くれぐれも焦らぬことだ。お主に何かあってはオルテガが悲しむからな。
Ha ha ha!